地球の皆さんへ、宇宙レスキュー隊物語。宇宙レスキュー隊員ハルカとバジル。2100年の未来、男の子とおじいちゃんが地球図鑑の本を一緒に開いている。またお前は地球図鑑を見ておるのか。この星のことがお前は本当に興味があるのだな。今日はどこのページを見ているんだい？うん、今日はね、この地球にレスキュー隊が駆けつけた場面だよ。ほう、それはこの星の運命のかかった一番大事なところだ。久しぶりに私もお前と一緒に地球図鑑見てみることにしよう。ここは2030年のページだな。図鑑がその時の様子を見せてくれるはず。さあ、覗いてみることにしよう。青年アキラが夜眠る前のベッドの上で塞ぎ込んでいる。今日も僕は言われた要望に応え仕事をし、駆けずり回って働いた。時には頭を下げながら、悔しい思いも飲み込みながら、こんなに精一杯働いたんだ。なのに何なんだ、この虚しさや、消えてなくなりたくなるような気持ちや、いつも追い立てられてるような落ち着かないこの感覚は。僕は何のためにこんなに頑張ってるんだ。生活のためなのか。何のためにここに生きている。何かが違う、何かが違うんだよ。このままじゃいけない気がするんだ。このままじゃダメだっていうことは分かってるんだ。でもどうしていいか分からない。何が違っているのかも分からない。とにかく苦しいんだ。誰か助けてよ。アキラは自分の髪の毛をぐしゃぐしゃにした後、うつろな状態でぼんやりしていると、目の前が一瞬目が開けられないほどに光った。目の前に少女と少年の姿をした存在が歌いながら近づいてくるのが見える。その二人のすぐそばには星の精霊たちが嬉しそうにキラキラと集まってきている。君たちは誰？どうして光の中を歩けるの？どうやって僕の部屋に入ってきたの？私はハルカ。僕はバジル。宇宙レスキュー隊の仕事をしている。僕たちを呼ぶ周波数をキャッチしてここに来たよ。そしてキラキラしているこの子たちはこの星の精霊たち。僕たちがこの星に宇宙から語りかけたことを知って集まって出迎えてくれたんだ。何なんだ一体。僕をからかっているのならやめてくれ。僕は今自分のことで精一杯なんだ。君たちの冗談に付き合ってるそんな暇はないんだよ。僕はもうどう生きていけばいいのか、何のためにここに生きているのかよくわからない。どうしたらいいんだ。どうすればこんな毎日から解放される。僕は何のために毎日こんなに頑張っているのか、どこに向かって生きていけばいいのか、何のために生きているのか、もう何が何だか全然わからないんだよ。だから君が私たちを呼んだんだってば。間違いないわ。この周波数はあなたのところから出されている。私たちはその周波数をキャッチしたからここに来たのよ。え？どういうこと？何かの周波数を僕が出してるっていうのか？その周波数で僕が君たちをここに呼んだっていうの？そうなんだよ。僕たちは君が発し続けていたこの周波数を宇宙で感知して、その周波数をたどってここに来たんだよ。え？何？宇宙って言った？君たち。君たちは宇宙からここに来たっていうのかい？冗談じゃない。これ以上からかうのはよしてくれ。ああ、僕はとうとう
こんなおかしなことを言ってるやつをこんなにはっきり見えるようになっちまったのか。おまけにこのキラキラしているっていうこの星の精霊っていうものまで。僕はおかしくなりすぎて悪い夢でも見てるのか。僕が生まれてきたのはなぜ。誰か教えて。僕はなぜここに生きているの。ねえ、誰か教えてよ。僕は何をするために生まれてきたの。たくさん勉強していい高校入っていい大学に行っていい会社に就職をしていい暮らしをして人は幸せになれるって教えられてきたさ。毎日数字を追いかけて毎日誰かと競争してやらなければならないことに追われてそれをやり続けていく、それが当たり前なんだと思ってたさ。だけど何かが違うんだ。そうじゃない、違うって誰かが僕の心の中で叫び続けてる。本当に僕はそのために生きているの。本当に僕はそのために生まれてきたの。それが本当の幸せで、みんなそこに向かって生きているの。みんなは僕みたいに苦しくならないの。心が叫び出さないの。僕にはわからないんだ。僕にはわからない。だから誰か教えてよ。僕がここに生きている本当の意味、僕がここに生まれてきた本当の意味。そう、何かが違うんだ。そうじゃない、違うって。誰かが僕の心の中で叫ぶのをやめない。僕はなぜここに生きているの。僕は何をするために生まれてきたの。本当の僕は、本当の僕は。ねえ、僕が生まれてきたのはなぜ。誰か僕に教えてよ。ほらね、やっぱり間違いない。何をするために生まれてきてどう生きたらいいのか教えてって、このままではいけないって助けを求める周波数がこんなに強く出ている。だから僕たち宇宙レスキュー隊がこうして駆けつけたってわけなんだ。君がこの周波数を強く出してくれなければ僕たちはこの星を見つけることはできなかったんだよ。だって宇宙は君たちが思っているよりもはるかに広くて大きくて、星の数は無数にあるんだからね。この苦しい気持ちが、この内側から叫びたくなるようなこの気持ちが君たちを呼んだ周波数だというの。僕は何のために生まれてきたのか、誰か教えてほしいっていう僕の心の叫び声が君たちに届いたっていうの。ええ、そうよ。私たちは星々を回る宇宙レスキュー隊なの。これまでもいろんな星をレスキューしてきたわ。今見せているこの姿は仮の姿よ。この星の責任者たちがびっくりしないように姿や言葉を同じにして見せているの。どう？この姿、可愛い女の子にちゃんと見えてるでしょ？そして私たちがレスキューするためには大切な条件があるのよ。レスキューするための条件？そんな条件があるの？そうなんだ。それはね、その星に助けてほしい、力を貸してほしい、このままではいけない、どうにかしなければと強く思う存在がいなければ、いくら気づきや知恵を与えても何も変わることができないことを僕たちは嫌というほどよく知ってるんだ。かつて宇宙レスキュー隊はその星に助けを求める者がいなくてもバランスを崩し不調和が起きている星のレスキューを試みていた時もあったんだ。だけどそれは宇宙レスキュー隊の仲間を疲弊させるだけのものとなった。なぜならその星の責任者たちがそれを求めていないのだから。あるべき姿に気づくわけもなく、求めていないから変容もあるわけもなく、結局その星は宇宙レスキュー隊がどんなに頑張ってもレスキューできなかったという辛い経験を多く持った。
だからね、それ以来その星の真剣に心の底からレスキューを求める者の気持ちの周波数を測定し、その周波数を僕たちレスキュー隊のレーダーにインプットして、それをレーダーがキャッチすると僕たちはこうして駆けつけるってわけなんだ。だからね、私たちをここに呼んだのはあなたなの。その周波数があなたから発信されていたのは間違いないわ。そしてここに到着するまでにこの星のことも調べさせてもらったの。この星と意識をつなぐことでね、この星がいろいろと教えてくれたわ。地球は今、私たちの星、地球、青く輝く美しき星、命を育む母なる星、緑の木々はようようと輝き、その梢に鳥たちは歌い、澄んだ青い川には魚たちが群れをなし、野原には蝶や虫たちがこぞって集まる。大海原には大きなクジラからプランクトンまで共に暮らす。命がキラキラと笑ってる。命が嬉しそうに踊ってる。海も山も川も空も、いつも命が歌っていた私たちの星、地球。耳を澄ませばいつも聞こえていた命のメロディー。地球は今かすかに届くよ、命の歌声。地球は今ほのかに映るよ、命の輝き。空気は汚れ、川にはゴミ、大地は侵され、それでも海は命を抱く。人間は忘れてしまったの、この星の命の責任者であることを。人間は忘れてしまったの、この星に生かされた命の一つであることを。命は怯え、心は動かず、仲間は震え、笑顔は減った。地球は今かすかに届くよ、命の歌声。地球は今ほのかに映るよ、命の輝き。かすかに届く命の歌声、ほのかに映る命の輝き。それは地球の祈り、それはこの星の祈り。この星は素晴らしい星だよ。どの星も素晴らしいのだけど、この星はこんなにも疲れていたんで悲しんでいるのに、今も懸命にあなたたちを守り育み、活力を与えようとしている。無償の愛の星で、その愛は計り知れないよ。だけどもうそのパワーが十分ではなくなってきていてね、その影響があちらこちらに出ている。そう、その影響はこの星の責任者の人間たちにも及んでる。だから君は心の羅針盤が曇って、自分の生き方や生きる意味がわからなくなり、命の使い方の矛盾を感じて、心が叫び声を上げ出していたんだ。けれど何かがおかしいと気づいたあなたは素晴らしいわ。星のパワーが足りなくなるとき、なるとそこに生きる者たちの感覚のセンサーも鈍くなり、何かがおかしいということにも心が麻痺して気づくことさえできなくなるの。そうなればあなたの出したような心の周波数の発信もできないわけだから、宇宙レスキュー隊はその星を見つけて駆けつけることができない。すなわち宇宙レスキュー隊もお手上げになっちゃうわけ。するとその星はさらにパワーをなくし、そこに生きる者たちは皆心をなくしていく。そしてやがてその星自身も心をなくすんだ。
心をなくすということはどういうことなのか君にもわかるよね。これまでも心をなくした星をたくさん見てきたよ。僕たちがレスキューできなかった星々だ。だから君が心の叫びを無視しないで真剣に向き合ってくれたことに感謝するよ。君は苦しかったかもしれないけど、君があの周波数を発信してくれたから僕たちはこの星を見つけることができたんだから。そうじゃなかったらまた星が一つ僕たちの気づかないうちに心をなくしていたかもしれない。そうだったのか。今の僕が感じてるこの気持ちは間違いじゃないんだね。そしてこの僕の気持ちの周波数が君たち宇宙レスキュー隊を呼び寄せたっていうことなのか。僕がこんな風に生き方がわからなくなっていたのはこの星のパワーが足りなくなっているっていう証でもあるっていうことなんだね。なるほど、なんとなく理解できてきたよ。宇宙レスキュー隊ということは君たちはこの星や僕らを救いに来てくれたっていうことなんだね。ありがとう。僕にも何かできることはあるんだろうか。僕は何をしたらいいのかな。僕にできることがあるならぜひ教えてほしい。もちろんよ。この星の責任者はあなたたち人間なのだから、あなたたちがこの星を救うの。あなたたちでなければ救えないの。そしてそれは自分自身を救うということになるのよ。さっきから君たちは僕たち人間をこの星の責任者っていう言い方をしてるよね。僕らがこの星の責任者であるなら責任者としてやるべきことがあると言っているんだよね。そしてそれは僕たちでなければできないことなんだと。でも今の僕には何をどうしていいのか全くわからない。僕たち人間がこの星の責任者であるなら責任者として何をすればいいのか、どう生きたらいいのかわからないんだよ。ただ今のままこんな気持ちを毎日悶々と抱えたまま生きていくなんて僕は嫌だ。僕が僕のこの命を精一杯生きてるって、そんな実感や喜びがどこにもないんだよ。このままでは、このまま心をなくしていくなんて僕は嫌だ。命の歌が聞こえないの。気づかないふりをし続けるなんて僕にはできない。命のメロディーが届かなくなっていく。今すぐ僕たちにできること見つけよう。小さなことでも何でもいい。今の僕にできること。僕は僕を救いたい。この星の命のメロディー守りたい。僕が守るんだ。みんなでやろう。僕たちにはできるんだ。そう、僕たちはこの星の責任者、すべての命の責任者。僕たちがやらなければ誰がやるの？僕たちが気づかなければ誰が気づくの？このまま心をなくしていくなんて僕は嫌だ。命の歌が聞こえないの。気づかないふりをし続けるなんて僕にはできない。命のメロディーが届かなくなっていく。うん、じゃあ私たちのスペースに一緒に行きましょう。そこで私たちがレスキューしてきたいろんな星をあなたに見せてあげるわ。わかった。ところで君たちのそのスペースはどこにあるの？あは、もう乗ってるわよ。おでこの中心に意識を集中させて、心の目で見ると宣言してみて。心の目？そんなの使ったことないよ。大丈夫さ。君たち地球人はもともとそれが大得意なのだから。本当に？よし、信じてやってみよう。おでこの中心に意識を集中させて、心の目で見ると宣言する。うわ、見えた見えた。僕の部屋が丸ごと君たちのスペースの中にある。
空間が重なって存在してるんだね。すごいや。ほら、できたでしょ。もともと得意だって言ったじゃない。ふふふ。しかもあなたの瞳、もうこんなにも輝きを取り戻し始めてる。なんて素直でまっすぐな地球人さん。そうなのよ、そうやって思い出していくだけでいいのよ、本当は。ふふふ。さらに呼び起こすために、さあ行くわよ。この星はね、グリーンボールって星なのだけど、星の責任者は植物の星なんだ。この星もね、一時は植物たちが我こそはとこぞって太陽の光や養分、そして水分や大地を取り合っていた時期があるんだよ。進化の途中で自分たちの本当を忘れちゃったのさ。僕たちはあそこに見える一番高い木から発信された周波数をキャッチして駆けつけたんだ。あの木はこの星で一番背が高くて、この星の植物たちのみんなの様子がよく分かったんだね。これは自分たちの本当じゃないと気づいて、この世界をどうにかしなければって、あの周波数が生まれ宇宙に発信された。植物たちはもともと地球の木々もそうであるように、その枝は上の枝と重ならない方向に伸びて、太陽の光をできるだけ多くの葉に届くようにしているの。他の枝の邪魔をしないってすごい知恵でしょ。そしてね、湿気を好むもの、乾燥を好むもの、暑いところに適したもの、高地に適したものとあってね、私たちはもともとあったその素晴らしい特質をその星に意識をつないで教えてもらって、それを植物たちに伝えたの。そしたらね、植物たちはみんな自分たちの特質やその知恵を思い出してくれてね、ほら見て、みんながそれぞれの自分の適した場所に分散し、バランスよく調和を保って生きてるの。素晴らしいでしょ。本当だ。どの植物たちもそれぞれ自分の適した場所で生き生きと生きてる。どの命もキラキラと輝いていて、なんだか眩しいくらいだよ。へえ、君はもうこんなに回復している。何が？あなたが地球人の得意とする心の目を使い始めているということよ。だって命が輝いているなんて心の目で見なければ出てこない表現よ。さあ次の星に行ってみましょう。次の星はブルークリスタル。星全体が水で覆われた星だから、生き物たちはすべて水の中で生きてるよ。この水の星ブルークリスタルも一時は大変だった。強い体力を持ち、一番知恵も優れていた地球の海でいうイルカのような生物たちが、その知能を使って自分たちだけの楽園にしようと、他の種類の生物たちをどんどんと一部の水域に押し込んだんだ。するとそこに押し込まれた生物たちの間では、食べ物の奪い合い、救急に押し込まれているストレスから暴動、秩序は取れなくなり、ある日感情の爆発となって、そこに自分たちを押し込んだイルカのような生物たちを一斉に襲ったの。それはひどい惨劇になってしまったのよ。そんな時、その中にいた小さな小さな地球でいうと亀のような生物が、こんなはずじゃない、このままにしていてはいけない、僕はどうしたらいいのってあの周波数を出したんだ。そして私たち宇宙レスキュー隊が駆けつけて、この星に意識を合わせて、この星が教えてくれたここにいる生物たちの命の調和を思い出してくれるように働いたの。ほら、あの星もこの星もみんなレスキューした星たちだけど、今はこんなにも美しい命の調和で生きていて、どの命もみんな生き生きしてるでしょ。本当だ。どの星も命が輝いていて、星が喜んでるのがわかる。あはは、感度を上げてきたな。そう、星が喜んでいるということはね、星の責任者が星の声を聞いているっていう証なんだよ。さあそろそろ君の星地球に戻ろう。ほら見て、あなたのように
言われるがまま、みんなが目指す方向にひたむきに頑張ってきたけれど、自分がどこに向かって生きてきたのか、どこに向かって生きていけばいいのか、自分の命をどんな風に働かせていったらいいのかわからなくなっている人間がこんなにも。さらには星の責任者であるあなたたちの行動と選択が他の生物たちのその命にまで影響を与えていることもわかるかしら。あのアザラシは人間が海に捨てた重油でベトベトになり、あのウミウは羽だけではなくて目もやられている。あのカメは海に放置された網に引っかかり動けなくなっていて、あの鹿の胃袋は人間たちが捨てたお菓子の袋でいっぱいだ。あのエリアは木を刈りすぎて砂漠化が進み、水源の確保が難しくて動物たちは住む場所を追われた。多くの動物が水飲み場を求めてさまよい力尽きて死んだ。先進国と呼ばれている大都会では車からたくさんの排気ガスが放出され、人々はその空気を吸い健康に被害が多く出ている。レストランや店のゴミ箱にはまだまだ食べられるものが山のように捨てられ、違うエリアでは飢えに苦しむ子どもたちが飢餓で死んでいく。同じ星の同じ責任者でありながら、贅沢すぎる人間たちと食べ物をさえままならない人間たち、まだ生きる時間は十分残されているのに自らの命を絶ってしまうものや、ほらあそこでは戦いが起こっている。自らの命を自分で絶つなんてことは他の星ではまずないことがこの星では起きているんだ。そして一部の者の利益や権力、その欲のために多くの命が互いの命を奪い合う戦いをこの星の責任者に選ばれた人間たち自らが引き起こしているんだ。本当は素晴らしい責任者の役目を果たせるはずなのに。あなたたち人間はもともと素晴らしいこの星の責任者なの。他の星々の責任者たちもそれは素晴らしいのだけど、あなたたち人間は特に優れた知能と感覚を持ち、その感性でこの星のすべての命の調和を図り、素晴らしい未来を創造し作り上げていく力を持っているのよ。そう、あなたたちの力の使い方次第なの。君が地球を変えていく。君の命はもう知っているよ。君の命はもう気がついているよ。命が求めているその方向、矢印を。君が君の命を生きるその生き方を。命が喜ぶのはどんな時かい？命が心地いいのはどんな場所かい？命はどんな世界で生きたいの？君の命はどんな地球の未来を望むのだろうか。胸に手を当ててごらん。聞こえるだろう？君の命のメロディ。耳を澄ましてごらん。聞こえるだろう？君の命の歌。命の歌がこの星を変えていく。命の喜びがこの星の未来を開く。命のメロディーがこの星を包んでいく。君はもう知っているんだ。君はもう気がついている。君の命の喜ぶ方へ、君の命のワクワクする方へ、命の羅針盤を信じて、命の羅針盤を信じて。君たちの話を聞いていると、何かが確かに僕の中で変わり始めているのを感じるよ。まだはっきりとはよくわからないんだけど、確かに僕はもう知っている、分かっている、そんな気がする。僕が地球を変えていく。そう、僕は知っている。そう、僕はもう気がついている。
命が喜ぶ営みを、命が心地いいその暮らしを、そう僕は知っている、そう僕はもう気がついている。命がワクワクする方向を、命が見たいその未来を、僕は僕のメロディー口ずさむ、僕は僕の命の歌を歌う。そこにすべての答えはあるから、僕がここに生きている意味も、僕が生まれてきたわけも。思い出したよ、やっと見つけたよ、僕はこの星と共に生きる命、僕がこの星の未来を作る、僕たちがこの地球を変えていく。一つの気づきがあなたに、あなたの気づきがみんなに、みんなの気づきが世界に広がるよ。僕たち一人一人がこの地球を変えていく。僕たち一人一人がこの星を未来につなぐ。そして見つけたんだ、同じ灯火宿して、共に生きて今ここに出会い、感動の渦を巻き起こす、こうして笑顔の連鎖、みんなで命喜ぶことを選んでいこう。命包み温め続けて、確かなぬくもりここにあるから、命包み温め続けて、確かなぬくもりここにあるから。
この美しい青き星地球の悲鳴やその悲しみを救うためにあなたにもあなたの友達にもできることがたくさんあるわ。そう、あなたが自分の心に向き合ってその周波数を宇宙に発信してくれたように。そうなのか。僕たちこの星の責任者が責任者としてやるべきことがあるんだね。この星のために僕たちが貢献できることって何なんだろう。地球人はもともと素晴らしい感性とその一人一人に秘められた力は無限に大きいんだよ。その力を持っている自分たちであることをもう一度思い出して、この星の責任者であることを自覚し、この星の声を聞くことなんだ。この星の声、すなわち自然界の声を聞くことは人間が昔からやってきたことなんだ。その声に従って自分たちの無限のその力を発揮していけば、全ての命の調和の取れたそれは素晴らしい星の未来につながり、この星は喜ぶはずなんだ。星が喜べば君たちの命は喜ぶのだからね。うん、なんだか少しずつ見えてきたぞ。何かが分かりかけてる。地球と同じタイプの星でうまく成熟できている星があるから、一緒に行って見に行ってみよう。希望を求めて、さあ出発だ。きっとあるはずだ。未来を守る希望の扉、さあ探しに行こう。きっと見つかるよ。扉を開く希望の鍵、どんな時も諦めない強い心があれば必ず出会える希望の扉。探し続ける僕らがいる限り、希望の扉はそこで待っている。ルーララ、宇宙船に乗って、ルーララ、ちょっと眠っている。その間に宇宙の星々に聞いてみよう。宇宙の愛の指し示すその道を、月はきっと知っているはずさ。月の光が必ず導いてくれるその道を、僕らは希望の扉を見つける。絶対に諦めないんだ。僕らが扉の鍵を開ける。僕たちがやると決めたんだ。さあ探しに行こう。きっとあるはずだ。未来を守る希望の扉、さあ見つけよう。きっと見つかるよ。扉を開く希望の鍵、どんな時も諦めない強い心があれば必ず見つかるよ。希望の鍵、探し続ける僕らがいる限り、希望の扉はそこで待っている。この星は地球から55光年、もし光の速さで移動したら55年かかるところにある星だよ。わあ、本当に地球とよく似てる。太陽もあって、木々も海も川も同じように流れてる。へえ、みんなの暮らす家が自然の一部と一体化してるんだ。まるで風景画を見てるように、みんなの生活が自然と同化してるなんて。ここでは自然の循環のシステムに全て従って、この星の責任者たちが命の調和を図っているのよ。だからゴミや無駄なものは何も出ないの。全てがちょうどよく、全ては循環し、全てが自然の営みの流れに合わせて回っているんだよ。本当だ。そしていろんなエリアがあるんだね。そのエリアではみんなが同じ仕事をしてるぞ。へえ、その専門家の集団が星の一部のエリアに集まってるんだ。あのエリアは
農場でいろんな野菜を作っている。ここは衣服ばっかり作ってるエリアだ。ここはみんなが研究をしながらディスカッションしてるぞ。ここはなんだか不思議な乗り物ばっかり作ってるみたいだ。それぞれのエリアに学校もあるみたいだから、そのエリアごとの学びをそこの学校でするんだね。ということは親と同じ仕事に就くのかな。そんなことないよ。この星では生まれてきた子供たちはこの星みんなの子供なんだ。だからみんなが親なんだよ。もちろん生みの親はいるんだけどね。育てるのは全ての大人が自分の子供として関わるから、子供たちはいろんなエリアを自由に見て回って、最終的に自分でどの仕事をするのかを決めるんだ。決めたらそこのエリアの仕事を覚える学校に入るんだよ。星全体が地球でいう一つの国のようになっているから、食料も衣服も全て必要な分だけを作り、無駄はなくみんなが役割分担して働いているんだよ。貧富の差はどこにもなさそうだな。みんないい顔して働いてるな。おや、みんな時々手を止めて何をしてるんだろう。あれはね、この星では太陽と大地と水がこの星の全ての命の根源だと、この星の責任者全員がよく知ってるんだ。時々手を止めては手のひらを太陽や大地や水にかざして命の感謝を伝えているんだよ。子供から老いた者まで全員がやるよ。みんながここに生かされていることに感謝しながら生きてるから、あんなにも満ち満ちた顔をして働いているんだね。貧富の差を作らないから、みんなが生きていくために必要なものだけを自然の営みやその循環に従ってみんなで役割分担しているから、無駄はなく働きすぎることもないの。次の星に行ってみよう。うわあ、この星もすごい。ロボットと星の人が共に生きてる。車？飛行機？空が僕たち地球の道路になってる。よくぶつからないな。全てコンピューターが管理していて、その性能はピカイチだよ。健康のチェックから栄養や運動の管理まで全てコンピューターに任せているんだよ。この星の全てのデータがインプットされていて、その最高最善の管理をコンピューターがしてくれてる。この星の責任者たちはコンピューターやロボットができることはそこに任せ、自分たちは芸術を楽しんだりスポーツを楽しんだり宇宙の本を読んだり映画を見たりしてね、感性を豊かに伸ばすものを自分たちに取り入れ、この星の未来の素晴らしい調和を絶えず思い描きながら想像しているの。すごいな。ロボットやコンピューターの力を駆使して星の責任者たちは豊かに好きなレジャーを楽しみ、好きなレジャーや楽しみごと、喜びごとやワクワク冒険を心ゆくまで楽しんでるんだ。そしてやっぱりこの星にも貧富の差や上下関係はないようだね。なぜ上に立つ存在がいないのにこんなにも統制が取れ調和が取れているんだろう。それはね、あそこを見て。あれはね、この星の責任者たちがよくやっている光景なんだけど、目を閉じて意識でこの平和な充実した時間や環境を与えてくれているコンピューターやロボット、そしてこの星の全てにさっきの星と同じようにやっぱり感謝の意識を届けてるんだ。その感謝の意識はね、目には見えないものだけどプラスのエネルギーとして全てのものに届き、さらに良い調和が取れていくことをこの星の責任者たちはもうすでによく知っているの。星に届くと星が喜ぶ。星が喜ぶからその星で暮らす全ての命は生き生きとその命を輝かせることができるということなの。この星は地球より、そうね、10歳くらい成熟した星なの。地球の責任者の君たち人間も実はこうして意識をつなげて届けたり受け取ったりすることが得意なはずなんだ。すなわちこの星の姿は君たちの選べる未来の一つでもあるというわけだ。
意識をつなげるか。それってどういうことだ？もう少し詳しく話してくれないか？そうね、この星の声を聞く。あなたたちの星の言葉を使うと、自然界の声を聞くということかしら。地球が今のようになっているのは、地球の責任者であるあなたたち人間が星の声、すなわち自然界の声を聞かなくなってしまったらしいの。いつの頃からか人間たちは人間の言葉だけを聞くようになってしまったのだと、この星が教えてくれたわ。人間はもともとこの星の自然と対話しながら生き、その知恵や恩恵を受け取り進化してきたんだ。例えば空の雲の様子や動きを見たり、空気の湿度を感じたりしながらお天気を知り、鳥の動き、イルカの群れ、虫たちの様子や星の動きを見ては自分たちの動きも決めていた。だから自然と人間は共に生き、この星の命の調和は取れていたんだ。ところが今は人間の言葉しか聞こえていないから、自然界が教えてくれるこの星の知恵が届かなくなっているのね。だから人間と自然界の間でいろいろな不調和が生まれてきている。それはこの星との不調和となり、命がストレスを感じて、もともと感受性の強い人間のあなたたちの心が叫び出しているというわけなの。そしてね、その心の叫び声にさえ気づかない人も増えている。それはどういうことかというと、感覚を鈍くして気づかないことで自分の心を守っているということでもあるんだ。なぜなら気づけば生命がストレスを感じて君のように苦しむことになるから。苦しみから弱い自分を無意識に守っているのさ。けれど君は気づいた。気づくことは苦しいことでもあるのに、向き合うことから逃げなかった君は偉いよ。そしてあなたのようにその叫び声に気づいている人間は他にもいるはずだよ。その数は少なくないわ。宇宙レスキュー隊の仲間が多くこの星に向かっているということをスペースがキャッチしているの。ということはそれだけ多くの人間が宇宙のレスキュー隊を呼ぶ周波数を出しているということだから。多くの宇宙レスキュー隊と多くの君たち責任者でこの星を救おうとしているということなんだよ。地球の未来はそれだけ希望があるということなんだ。そう、君の未来もね。そしてその希望の扉を引き寄せたのはこの星の責任者である君たちだ。喜びの歌、希望の扉が開き始めた。ありがとう、これで大丈夫。命の光が目覚めた。ありがとう、これで大丈夫。ほら、聞こえるよ。この星が命の歌をまた歌い始めた。ほら、感じるよ。この星がまた命のメロディー流してる。命の向かう方向、命のワクワク喜ぶ方向、命の羅針盤。君が思い出した君の命のメロディ、君が歌い出した君の命の歌。希望の扉を僕らは開けたんだ。鍵を見つけること諦めなかったよ。神様に任されているんだ。僕らはこの星の命の責任者。広げよう、広げよう。僕らの命のメロディーとともに伝えよう、伝えよう。僕らの命の歌を未来に。地球が喜んでる、星々が喜んでる、僕らの命が喜んでる、君の命も喜んでる。地球が笑った、宇宙が笑った、僕も笑った、君も笑った。ありがとう、ありがとう。
君の命にありがとう。ありがとう。ありがとう。僕らの命にありがとう。ありがとう。ありがとう。すべての命にありがとう。どうしたの？私たちを呼んでいる他の星からの周波数をスペースのレーダーがキャッチしたのよ。次の星へ向かわなきゃ。ちょっと待って、僕たちは？君たちが行ってしまったらこの地球はどうなるんだよ。あはは、大丈夫さ。ほら見てごらん、君と同じように宇宙レスキュー隊によってこの星の責任者である元々の自分たちを思い出した人間たちがこんなにも瞳を輝かせ始めてる。そしてスペースが他の星からの周波数をキャッチしたってことは、この星はもう大丈夫ってことなんだ。責任者の僕たちがこの星の声を聞くことなんだね。僕たち人間もこの木も草も虫も馬も魚もこの風さえ命があることを。でも具体的にはどうやって？その方法を考えるのはあなたたち地球人は得意なはずでしょ。そう、自然界の言葉を聞くことを思い出したあなたたちはもう大丈夫。この星の知恵を自然界の言葉で聞いて、すべての命とこの星の責任者の人間のその命は何ら変わらないことを思い出したとき、すべてのことは命の良い方向へ必ず向かい始めるわ。なぜなら君たち人間はこの星の責任者、この星のすべての命を地球家族として生きたとき、この星は大調和のとれた成熟した星となるでしょう。そして今度は君たちが僕たちのようにこの宇宙の一部として生き始めたとき、君たち人間は今度は宇宙の言葉を聞き始める。そして宇宙は一つの家族であることを知るんだ。さあ、もっと心の声を上げて、この星の声をもっと聞いて、自然界の言葉を通してこの星の知恵をあなたたちは受け取っていくの。自分たちの本当の生き方を思い出し始めた地球の仲間たちとこの星をよろしく頼んだよ。この星の声は自然界のいろんなところから聞こえてくるはずさ。その声をしっかりと聞くことを思い出すだけでいいのさ。そう、今の君たちのように、君たちがこの美しい青き星、地球のすべての命の責任者なんだから。別れの歌。君はもう大丈夫。この星の未来の希望の扉は開かれた。君と私はつながっている。この先もずっとずっとずっとだよ。君の命のメロディーは私の命のメロディー。君の命の歌は私の命の歌。そう、私たちはもともと一つ。この宇宙に生きるもともと一つの命だから。この星も同じく、他の星々は皆兄弟だから。地球が笑えば君も笑う。地球が怒れば君も怒る。君が喜べば私も喜び、君が悲しめば私も悲しい。宇宙はもともと一つ、大きな大きな命なんだよ。地球をよろしく頼んだよ。君が地球の未来を作るんだ。君はこの星の命の責任者。もうわかるだろう。君はなぜここに生きているの？もう知っているでしょ。君は何をするために生まれてきたの？また会う日まで、また会う日まで。私が君の命を信じてる。
君は君の命の喜ぶ方向に生きればいい。それでいいんだよ。それが君なんだよ。大丈夫。私が君の命を信じてるから。忘れないで。君の命のメロディーは私の命のメロディー。君の命の歌は私の命の歌。地球が笑えば君も笑う。地球が嬉しいと君も嬉しくなり、君が喜べば地球も喜び、君たちの命の輝きが地球を輝かせていく。手をつなごう。みんなと手をつなぎ、共に命を歌おう。肩寄せ、腕組んで、共に命と語ろう。生まれた場所はいろいろだけど、みんな一つの星に生まれた地球の家族。悲しい時も嬉しい時も、目と目を見つめて微笑み合おう。東と西と言葉や文化は違うけど、笑顔と笑い声、すべての絆、同じ星の仲間、共に生きよう。緑の大地をみんなで守ろう。一人一人の力は小さくても、手と手をつなげば大きな力。歌え、楽しく歌声合わせ、手と手をつなげばみんな友達、みんな友達。2100年の初めのシーン。ああ、面白かった。おじいちゃん、よかったね。この時にみんなが宇宙レスキュー隊を呼んでくれて。そうだな、その時の若者たちの心の叫び声のおかげさまで、今のこの平和で豊かな地球が存在する。ありがたいことだ、ありがたいことだ。ねえおじいちゃん、僕また歌いたくなっちゃった。この星のみんなの歌、おじいちゃんも一緒に歌って。僕たちの歌、手をつなごうを。もちろんだよ。この歌はおばあちゃんと毎日手をつなぎながら歌った歌だから、おじいちゃんも得意なのさ。ほらほら、みんなが集まってきたぞ。みんなもこの歌が大好きだからな。ほれほれ、みんなで輪になって手をつないで。さあ始めるよ。ワン、ツー、スリー。みんなと手をつなぎ、共に歌おう。寄せ腕組んで、共に語ろう。生まれた場所はいろいろだけど、みんな一つの星、地球の家族。地球の家族、みんな一つの星、地球の家族。
肩と手をつなぎ共に歌おう。肩寄せ腕組んで共に語ろう。自然界の声を聞き始めたアキラが夢の中で宇宙レスキュー隊のバジルとハルカから地球の皆さんへと受け取ったメッセージ。地球の皆さんへ、君が生まれてくるずっとずっと前からその命の誕生をどれだけの人が待ち望んでいたか知っているかい？君のその命の存在にどれだけの人が励まされ喜び笑って満たされて救われてきたことだろう。君が今ここに生きてくれていることが僕たちにとってそれが宇宙最大のギフトなんだよ。愛してるよ、愛してるよ。君の名前もその心もその存在のすべてを愛してるよ、愛してるよ。僕たちはいつも君を愛し続けているよ。もしもこの世界が終わる最後の一日一分一秒があるとしたら、最後のゼロまで僕たちは君を愛し続けるからね。
もしもこの世界が八の字のように無限に続いていくとすれば、僕たちが君に送るこの愛はいつでもこの今が始まりだ。君とあの人があの場所でつながって笑い合ってる、その未来を思うだけでたまらなく嬉しくなるんだ。愛してるよ、愛してるよ。君の名前もその心もその存在のそのすべてを愛してるよ、愛してるよ。僕たちはいつも君を愛し続けるよ。忘れないで、忘れないで。So that's it.
君はこんなにも愛されている宇宙の一粒の命であるということを宇宙レスキュー隊員はるかとバジルより